こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。リフォームの仕方層、柳ゆきです。山さん、今日もよろしくお願いします。柳さん、よろしくお願いいたします。で、今日のテーマはですね、このもう何度も何度もやってるんですが、シンク下に食洗機ってどうなの？なんかもう勇気がなくって、タカラさんに行くと、まあ今、トクラさんもやってるんですけどね、食洗機の1問題選べるだけに迷ってしまう。でもシンク下これってどうなの？もうなんか100回ぐらい耳たこなんですが、柳さん聞かれたことありませんか？シンク下これってどうなの？はい、ありますよ。やっぱり洗ったものを、今までだと夜洗いしたものを入れるのに、このビチャビチャなるのが嫌です。シンク下ならすぐ入れられるんで、どうなのみたいな、そんなことありますよ。はい。で、逆に今度は、でも入れにくくない、どうなのどうなの、もうこれについて、今日お届けしましょう。シンク下、食洗機、シンク下大丈夫？やってみたら、大正解！エメラルドグリーンさんから LINE 公式がやってきたんです。この深掘りしちゃいますね。まずはドン。こちら、キッチントレーシア。こちら、食洗機、幅60のスライドタイプ。パナソニック食洗機、こちらの方に入っているんです。トレーシアへ。山さん、こんにちは。以前、システムキッチンの食洗機のことで相談に乗ってもらったものです。覚えてますよ。夏に、宝のトレーシアに入れ替え。秋にリビングを壁、天井、床のリフォーム完了しました。こちら、山さんの視聴者さんの、方のアドバイスをもとに、後悔しない納得のいくお気に入りスペースに仕上がりました。ありがとうございます。こちらこそ連絡いただきまして嬉しいです。シンク下60センチ？リフォームする前は、食洗機の位置をシンク横、シンク下。ずいぶん悩みましたが、シンク下60センチ、大正解。IH も最初はお手入れの、まあ、なんかこう、煩雑さを考慮して、グリルレスで考えてたんですが、山さんの動画を見て、最近のグリルはお手入れしやすいよ、進化してるよ、ということを知って、日立の火加減マイスターにしました。一緒じゃないですか。同じですよね。プレートタイプ、波型。網じゃないんです。プレートなんです、今。で、こちらも大正解。そうですよね。グリルで調理するのが楽しいです。そうなんです。楽なんですよ。まあ、一つ言うとね、このね、使いすぎてしまうので、グリルプレートまた買わないといけないな。もう、前まではそんな使ってなかったです。今使いまくりという形です。お礼を言うのが遅くなり、本当にありがとうございます。いえ、こちらこそいろんな内容を今回いただきまして嬉しいです。こんな形で元のこのキッチンがみんなこんな感じじゃないですか。そして置き型の食洗機こういったところで邪魔になって台なんか置いて、そして物がいっぱい溢れてる。レンジフードを使い捨てフィルター貼ってそうですよね。なんか手元照明が2つあります。柳さん、これどうですか？こういったキッチン。はい、この、置き型の食洗機の存在感が、威圧感がすごいですね。なんかそうですね。なんか、なんでしょう。ドーンという感じ。なんでしょう。わかんないですけど、そんな感じです。この、置き型食洗機。このキッチンが果たしてどうなったのか、解体していった形で。これね、解体していくとよく言われる。あ、タイルってそうか。そうそう、そらそうよねってよく言うのが、貼ってるとこと貼ってない。これ、あ、見ないで恥ずかしいっていう風な感じ。これですよね。はい、もうこの通りですね。大体。剥がすとこんなもんです。はい。はい。で、気をつけないといけないのが、上見てもらうと天井。天井のとこも釣りと、キッチンつけてからね、クロス貼るから、今度は、こう、奥行きのところ、あ、貼ってない。そうなんです。だから、この釣りともね、例えばですけれど、レンジフード自体の奥行きが浅くなってしまったら、あーん、弾かれちゃったっていうふうに言われるのが、こういった天井のクロス問題。ということで、現場調査の時にこの辺もぜひチェックしておかないといけないということですね。そして細かいですけど、横の壁、レンジフード、300角のところ、今、塞いでますよね。あそこが300角のところを塞いで、150杯のダクトにするような形。だいぶこれが外した後の、ポイントです。では行きましょう。どんな形になったのかな？ドン。お、工事の方を見えてきました。綺麗なキッチン、対面キッチン、見違えます。柳さん、よろしくお願いします。はい、これ白を基調とした水回りしたんでしょうね。非常に清潔感あふれて、おしゃれな。床も白っぽくして、本当に統一感出したんでしょうね。すごくおしゃれなキッチンになったと思います。はい。この横の壁のところ、ここは残さないといけない。そして、この枠がまた綺麗に、これ多分塗装かなんかしたんですかね。綺麗な感じで、照明とも全部色合ってて。で、幅き、こういったところも全部統一感がある。この辺の、まあ、デザインも上手。
で、リフォームの場合は、築26年、元あったのはトステムのキッチン、最初、和室と寝室の壁紙と床のリフォーム、庭のリフォーム、次に洗面台、トステムからクリーンアップ行きました。脱衣場の床もリフォームしました。その次に、トイレを2箇所、TOTOのネオレストとピュアレスト。その次が、今回のキッチン。そして、リビング、床もやったわけですね。全部のリフォームをするのになんとなんと約3年ぐらいかけて少しずつ進めて、すべて違う、実は業者なんです。って。これ後で理由言いますね。で、こういった形で綺麗なキッチン、もうシンクした食洗機、こちらの方。そして、こういった釣り戸がなくなったことによって、ああ、あそこ残してこんな感じでもいいんですよ。だって、こんな形で出来上がってる。確かにありだな。キッチンを選んだのはメーカーと工務店どうしたの？メーカーは宝スタンダードに決めました。いろんなショールームに足を運んで実物を見たのと、山さんや他のリホペガ友の会の方の体験の数々動画を見て、やっぱり宝スタンダードだなと私は思いました。そしてキッチンの工務店選びなんですけど、義理の両親の知人で宝スタンダードにとても信頼できる方がいらっしゃったので、その方に決めました。おお、そういう形で、やっぱりこういったいろんなところの経験が今までリフォームしてきたからあるわけなんですね。で、バージョンアップしたのどこですか？出ましたよ。ビルトイン食洗機60センチと IH。とにかく楽、綺麗。今まで小さめの卓上食洗機、小さめ、なんか存在はでかかったですけどね。その食洗機とガスコンロ、とにかく格段に便利になりました。卓上の食洗機は小さくても、食器は入れにくく、音がうるさかったので、場所だけ取ってほぼ使ってない。確かにいっぱい取ってましたね。こういった方多いですよね。で、こんな形にスッキリして、カウンターの上に置いてない。で、このリフォームした気づきとかアドバイスありますか？これは、ここ大きいですよ。もう何回言ってもみんなそうなるんで、ビルトイン食洗機は45深型より、これ深くしてるね。物いっぱい入るから、深型一択とか言ってますけど、そんなことないですよ。大きなお皿はね、入りますよ。これ、山さんの他の動画見せるけど、数入れたいんだったら横に広がらないとね、こう、深くしても数が入らないじゃないですか。ということなんですよ。で、まあ、多少はそれはあるかもしれませんが、この深型より60幅が絶対おすすめです。とにかく入れやすいです。そうなんです。こう入れていくのにね。で、パズルみたいに入れる時のストレスがないので、まあ、余裕があるということですね。テレビとか見ていると音は少しうるさいけど、まあ確かに、まあ、実際に釣り戸がない、対面タイプで、この辺食洗機もあるとウォンウォンという、けど、めっちゃ気になるってほどではありません。これね、パナソニックは静かなんですよ。でね、リンナー今使ってる。リンナーだんだんうち古くなってきたらなんか音がうるさくなってきて。やっぱこの辺のポイントって、パナソニック静音って売りにしてますけど、食洗機皆さんね、選ぶときって最初は綺麗に洗えるやつって、結局夜洗いしたりとかね、綺麗に取れるんですよ。で、取れないっていう人はね、もうそのまま、食洗機の仕事、100、今まで手洗いのしてた100の仕事100やらせようと思ったら、違うと思います。食洗機の使い方は、今まで100の仕事の20自分でやる、去って。で、80やらす。そうすると綺麗にできます。プロ見てください。その厨房、さってね、この前も言ってた、さって、ドーンって入れて、じゃあ、バーン、ビューンって星先の湯気。これ、柳井さん見たことはありませんか？あります。はい。必ずやってますね。そうですよね。で、これをね、知らない方は、全然取れないって、食洗機なんか取れないよって言ってるんですけど、使い方間違ってますよということで、そのまんま、ぜひそういった形にしてもらったらいいんではないでしょうか。こういった形で実際設置したら、腰の鏡全く気に入らなかった、気にならない。それより床に水が垂れないので、シンク下で良かったです。こんな形。やっぱりそうですね、床にこういったところで何かこう入っていかない形になってますね。キッチン、それからこういった、後ろのカップボードのところ、こういったところにも入ってきています。業者の決め方でしょうか？業者は当たり外れあり、信頼できる一社で。正直、キッチンリフォームするまでは、しがらみや義理の感情を防ぐため、全部自分で見つけた、見ず知らずの業者さんでした。良心的なとこもあれば、そうでないとこもありました。なるほど。なので、今回は、よく勉強して、
やっぱり知り合い、紹介してもらって信頼してお任せしました。やっぱね、このご紹介っていうのはやっぱいいんですよね。で、アフターケア知ってるとですよ。で、アフターケアも、料金的な部分も細かい要望、とっても良心的に対応していただけ、最初から全部ここに頼めばよかったかも。つまり信頼できる医者あればいいんです。だから今回リフォームしよう。これからの信頼できる医者を探す。そんな気持ちでリフォームの会社を選ぶ。ここは、まあ、山さんも本当毎回思うところ、ポイントかなと思っています。ついついね、価格ばっかりだ。あなたのリフォームは価格を選びたいんですか？何を選びたいんですかって、満足リフォームは価格ですかっていうと、価格は安いに越したことないし、価格大切なんですけど、信頼できる業者を見つけるっていうのはめちゃくちゃ重要だということですね。なんてたって、こういった満足リフォームするポイントです。で、こだわった点ありました。金額はもちろんこだわりました。そらそうですよね。で、特に宝さんだと金額がとってもわかりやすかったです。明瞭、ショールームの金額分かりやすい。ぼったくりがない。なるほど。トイレは TOTO。キッチンは宝さんだ。どちらも手入れのしやすさと長く持つ品質の良さ。収納面もバッチリです。こういった形で収納があって TOTO とリクする。トイレには一番こだわりがあって半年ぐらいかけてじっくり選びました。リクシルと TOTO すごく悩みました。近くのリフォーム店ではパナの洗うの強く勧められましたが、プラスチックより陶器だなとパナの洗うのの樹脂製を諦めて陶器だということで、とうとうリクシルショールーム何度も足を運んで、ネットでたくさん調べて予算面でリクシルに決めかけましたが、やっぱり依頼したその信頼できる業者さんが、トイレだけは絶対とうとうにした方がいい、品質に間違いがない、アフターもとうとうはしっかりしてるという説得、とうとうに決めましたという形で、まあ、とうとうリクシル問題、この前もいろいろやってましたね。そして、ネオレスト最高。とにかく予算オーバーしたけど、とうとうのレストをネオレストにして、ほんと良かったです。業者さんも少し遠くても店舗に自分で足を運び、信頼できるか どうか確かめてから決めました。トイレ毎朝掃除するんですが、ネオレストは便座と便器の隙間の掃除がサイドのボタンを押すだけで簡単に持ち上がる隙間の掃除が気持ちよくできるところがお気に入りです。トイレリフォームして2年経ちますが、リフォームしたての清潔で綺麗な状態がずっと維持できてます。柳さん、やっぱこう、トイレ、お手入れのポイント、長く綺麗に保つ、ここ大きなポイントですよね。はい、もうそれが最重要課題だと思います。はい。特にネオレスト評判がいいんですよね。いや、もうどんどん来ます。ネオレストいい。なんかみんなネオレスト、ネオレスト、ネオレストになってるなって最近。やっぱタンクレス、特にネオレスト、人気急上昇。最後に一言。キッチンの釣り戸棚撤去、あ、しましたね、さっきの。撤去したのはとても良かったです。わかります。だからもうずっと言ってるんですよ。いやー、でも上の収納なくすわ。なくしてください。もう全部なくしましょう。大丈夫です。圧迫感なくなり、とても部屋が広くなり、スッキリになりました。わかります。繋がってましたもんね。強いて効果があるとしたら、キッチン側にコンセントつければよかったなと思ってます。もう何回か言ってるんですよね。コンセント、コンセント、コンセントって。まあ、壁のところにつければよかったとかね。こう、内側のところありますよね。せっかく壁、柱残ってたところありますし。対面キッチンなんですが、キッチンのカウンター反対側と背面の食器棚や壁にはコンセントがありますが、調理台の近くにコンセントあればもっと便利。ああ、なるほど。そのコンロとシンクの間のところですね。で、そのくらいです。なるほど。いいですね。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になっていただいてコメントスタンプくださいね。こんな内容ぜひお待ちしております。はい。柳さん、いかがだったでしょうか。今回、途中で、一瞬、柳さん、実は、見てる方見たらわかるんですけど、消えてるんですけどね、ズームで繋がって、多分電波悪かったのかもしれないんですが、戻ってきた間の話は聞いてないと思うんですが、柳さん、見てない上で感想をお願いします。はい、皆さんバッテリー切れには十分注意していただきたいかなと思いますけども、はい、ネオレストは最高だと思います。はい、まあもちろんその前のキッチンはちゃんと見てましたんで、キッチンもさることながら、やっぱ照明とかもね、非常におしゃれな照明、ペンダントライト使ってましたし、カーテンなんかも普通のカーテンじゃなくて、はいはい、交差するロールカーテンで、そう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 、名前が出てこないんですけど、そういうの使ってたり、本当にそういったところ、細部にわたってすごくこだわったんだなっていうのが伝わってくる、ビフォーアフターでした。はい。はい、やっぱり、二つあったと思うんですよ。釣り糸をなくした。食洗機を下に入れた。
幅60にしたら全部思い切ったんですね。ちょっと思い切った方がいいという、特に例えばトイレのお話ありますけど、トイレもね、アクセントクレス思い切った方がいいんですよ。で、アクセントクレス思い切らないで、あー、ちょっとぼやけちゃったっていう方結構いるし、釣り糸なくしたらよかったのに、釣り糸私はいると思っちゃったっていう方、食洗機、私はやっぱこうかがむかな、やっちゃったら大丈夫ですよっていう方の声の背中を押して、いただける、そんな勇気のある動画だったと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。言いますよ。せーの、必ずできる。いってらっしゃい。ありがとうございました。